はい、おはようございます。昨日のですね、続きですね。これはですね、93年の、ランドクルーザーですね。ランクルのエイリーですね。80系ランクです。で、これはですね、昨日、おさらいとしてはフロントしたんですね。フロントのスプリングチェンジ、ショックアブソーバー、そして、スタビライザーですね。ヘビーデューティーチェンジ、ヘビーデューティーコイルですね、チェンジ。そして、リアの方も取り付けを完了しましたね。リアのコイル、そしてショックアブソーバーですね。トップね、トップスタイル、こんな感じですね。14ミリニットですね。下が17ミリですね。17ミリミッター。そしてアッパーも14ミリ2つ。そしてコイルですね。で、お客様のですね、特別の、特別注文というかですね、特別の、取り付けをね、スペシャルインストレーションオブザカスタマーブリンギングエアリフトね、エアリフト1000インストレーション、エアバッグですね、これね、エアバッグの取り付けしましたね。配線じゃない、パイプの取り付けが取り回し後ろ側、ここですね、これをこう取り回して、で、あそこが通ってですね。で、反対側回るとこういう感じでですね。そしてここに T をここにかまして、左側のレフトサイドね、コネクト、そしてこれがですね、上切ってこう通って、ガス、フュエルラインのとこ通し、同じようにね、ラインを使って、で、こう来て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 、そして、フロントのアッパーの方に、取り付けをする予定でございます。はい、そういうことですね。はい、あとアッパーサイドね。アッパーサイド、はい、ショックアブソーバーとつくコイルと、エアバッグの取り付け。はい、それではですね。コンティニューですね。ですね。はい。それではちょっと一旦ね、これね、ランクレイリーね。はい。これでちょっと切りますね。And this is instruction airlift 1000 airbag sticker inside.Action. Okay, so screw like this. Okay. Okay, this air lift shows in the minimum air pressure 5 pounds, max is 35 pounds. Okay.Okay, okay, the pipe is coming this way, through this way, to put this here, I find a good bracket, so I put here above, airlift valve, okay. Okay, stop here, the valve, lift valve, okay.